筆岩の円形。白い塔は、筆岩灯台。筆岩の空中写真。リーフ南端に見える、小さな岩礁が、筆岩。2008年撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。筆岩は、沖縄県宮古島市の大宮島の北東、八重市の東方に位置する、無人島である。 宮古列島に属する。八重菱の一部として、国の名称及び天然記念物に指定されている。宮古島市、刈又の北方約1 4トル八重菱南端の東方約9 5トルに一致する。琉球石灰岩からなる面積0.002平方キロメートルの心臓形の小島である。周囲に小規模な岩礁群を伴い。 北側には広大な珊瑚礁が形成されている。島のほぼ中央に筆岩灯台が位置し、北西部に緊急用のヘリポートが設けられている。従来、不動産登記が行われていなかったが、1995年8月に、当時の平良市の行政区に編入された。これをもって、都列島で9番目の島として認められたと言われる、こともある。同年10月には、 死職員によって国勢調査も行われ無人島であることが確認されている。住所は沖縄県宮古島市大臣筆岩である。2014年10月6日には筆岩とその周辺海域が国の名称及び天然記念物、八藍市に追加指定されている。周辺はカツオなどの魚場になっている。筆岩の他に筆岩とも表記され、他に 筆の帽子、筆井、富士、富ず、筆島、筆島等の様々な故障、表記がある。古くは1646年の昭報告絵図に筆の女将として記されている。モンパの木や萩カズラ等の植生が見られる。カツオドリやアジサシ類の繁殖地となっており、沖縄県が純絶滅危惧種に指定している、マミジロアジサシの繁殖が確認されている。 筆岩には、姉のふにのびみやびまことりょうという女神、八重びには、弟の八重瀬渡しが伝というお神がいて、指定神で一体を守っていると伝えられている。ありがとうございます。